米大リーグドジャース、ダイヤモンドバックス、2日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。写真、試合前、大谷翔平山本義信が会見野球殿堂博物館にバットグラブ寄贈。ドジャース、大谷翔平投手、29、が2日、日本時間3日、7月初戦の本拠地、ダイヤモンドバックス戦に、1番、指名打者、デスタメン出場し、 初回戦闘の1打席目は左翼へ二塁打を放った。1日の休養を経て迎える7月初戦のダイヤモンドバックスの先発はジョセフ・マンティプライ投手、33。今季37登板の左腕でオープナーとして起用され、大矢は試合前の時点でこれまで今季4打数無安打に抑え込まれていた。初回戦闘の1打席目は、 カウント1月1日から内閣のシンカーを逆方向に弾き返して二塁だとした。6月29日、同30日の敵地、ジャイアンツ戦で中堅へ26号ソロを放った大谷だったが、30日、同7月1日の同カードでは5打数無安打。5試合ぶりに安打が出ず、15試合ぶりに出塁なしに終わり、1試合3三振は21試合ぶりだった。 6月は26試合に出場して99打数29安打の打率2割9分3輪、12本塁打、24打点の好成績を残し、月間 MVP の有力候補に上がっている大谷。6月に月間 MVP に輝いた21、23年はいずれも7月も月間 MVP で、シーズンの MVP も受賞している。今季も勢いを維持していきたいところだ。前日、1日、 終了時点で26本塁打、打率3割一部6輪がリーグトップに立っている大谷。日本人初のメジャー通算200本塁打まであと、3、二迫り、一郎、780、松井州760、に次ぐ日本人3人目となる米通算500打点までは残り、1で大手をかけている。さらに、投塁を決めれば、米通算百三投塁で松井か、百二。 を抜いて一郎509に次ぐ日本人単独2位に浮上する。